久保さん、今回、油にしましょうか、油。昨日ね、昨日、やったんですよ。ついに。昨日やりました。なんかね、やっちゃいましたね。まあ、何かっていうと、あの久保さんもね、あの料理ちょっとしたりすると思うんですけど、あのここの上の換気扇あるじゃないですか。あれって、 油義手になりますよね、めちゃくちゃ <laughs>。で、僕ね、あの、5年ぐらい貯めたんですよ。<laughs> 5、6年貯めたんですよね。要は、ここに来てから <laughs>、ずっとあそこは掃除してなかったんですよ。で、油がこう、すごい溜まってきてて、で、いつかやろうかなと思ってて、で、油あ、あまりにも汚くてね、もう業者にお願いしようかなと思ってたんですけど、昨日何かし、な、な、なな昨日の夜なんかね、 なんか血迷ったか分かんないですけど、なんかモード入って、あの、掃除したんですよ。1時間か2時間かけて <laughs>。めちゃくちゃ綺麗にして、綺麗になりましたね。<laughs> 綺麗になりました。<laughs> めちゃくちゃ気持ちいいっすね <laughs>。気持ちがいいっすね。やろうやろうと思ってたんだけど、ずっとやってなくて、ついにやりましたね。5年、5年越しに。 <laughs> うんまあだからやったほうがいいですようん汚いよりきれいなほうがいいじゃないですかうんまあ他はねきれいにしてるんですけどねやっぱ油汚れ重いんでだから雑巾雑巾4枚ぐらい捨てましたね油儀朱でもう,うわーって捨ててそううん でもね、僕、あの、掃除って、まあ、普段のところはきれいにしてるんですけど、まあ、今回の油のところは重かくて、まあ、人生って、その、なんだ、簡単にできることもあれば、ちょっと重いものもあれば、ね、重たいものもあれば軽いものもあって、まあ、仕事でも軽い仕事もあれば重い仕事もあって、でも、なんだろうな、それをやらないと、結局、 仕事で言だから僕が昔東京でやってた時はいろんなマルチタスクでやってましたけど結局ね終わんないんですよねやらないとたまる一方でこのレター書かないといけないもうレター,レターメルマガ書くよりレターの方が重いんですよだけどレター書かないとたまっていく一方でしんどかったですけどでもやらないとダメなんですよね うん、だから重いものでも軽いものでも結局やらないとたまる一方で、うん、どんどん汚くなってくっていうねまあしんどくなるっていうでもやってしまえば楽になるっていうね仕事が終わったら楽になりませんかああ終わった仕事みたいなねうんそうなやっぱためちゃうっていうのがまあストレスもねためるとしんどくないですか 昨日ねドライブにも、ドライブもしに行ってね、晴れて、すげえ気持ちよくて、あの、なんだ、発散してきましたけど、うん、やっぱ貯めないように、できるだけ貯めないようにするっていうのは大事じゃないですかね。うん、そう。まあ、堀江さんのなんか、有りがは全部使えみたいなね、本も買いましたけど、お金貯めてもやっぱね、 なんだ増えないしね得られないしそう,う,ま,うま,まあお金はね貯めて悪いことはないけどもいいこともあんまないんですよねなぜならば何も転換してないしねうん なんか人生の目的って、あの紙まあ、今は紙切れ電子化になってる部分はありますけども、人生の目的っていうのは、あの紙切れ、お金をただ貯めることなのかっていうね。いやお金を使って何かの価値に転換して、それを体験して思い出にしてっていうところじゃないですか、多分まあよく言われるのが、死んだ後お金持っていけないみたいなね。<laughs> まあ本当にそうで。 1>, 1億円あっても1兆円あっても死んだら何も使えなくて天国に持っていけないですよねだから生きてる間に何かそれを転換して使ってで思い出に変えていくと体験に変えていくと、うん、だ何事もなんだやる使うやってみるっていうためないっていうのがまあ結構いいんじゃないかなと思いますね、うん まあお金はね貯めたい人は多いと思いますけど僕いろいろ勉強していく中でまあお金はまあ,ある程度も,もちろんね何かあった時っていうところあるんですけどもうんなんかね自分でこう稼げるスキルがやっぱついてやっぱ5年間5年自転車操業やって思ったのがうーんまあ稼げるスキルがあればまあまあなんとかなるかなっていうところですね。 うん、何とかするのが逆に面白くなってくるというか今月どうしようかなっていうのを考えるのが面白くなるというかまあ適度なプレッシャーもあり売れなかったらやべえなみたいなうんで売れなかったら売れなかったでまた違うのやってでもこれでダメだとまた違うのやってっていうそう何とかしていくっていうねうんそれ5年やってきてうんそうだ本当はねまああの お風呂は来ましたね本当はね、今月中に僕はあの商品を売ろうと思ったんですけども、まあ、あの来月の頭に変えて、まあ、それもちょっとあの大きい価格の商品を売るんで、まあ、しかも今回20万値上げするんですよね。20万値上げするんで、ちょっと万全多めにしようと思って。うん、でも、来月に伸ばしたんで、キャッシュフローがその分ずれるので、まあ、もし売れなかったら、 じゃあ次早めにしないといけないなとか、まぁいろいろ考えたりとかね。うん。まあ、と,とりあえず、やった方がいいんじゃないですか <laughs> ため。ためない方がいいと思いますけどね。うん。ほこりもためるとね、汚くなるしね。うん。いや油汚れはね、すごかったっすね。ヘドロみたいで。5年ためたやつは。でもね、マジックリンすごかったですね。マジックリン。 あの超綺麗に撮れましたね。マジックリンすげえなと思って。<laughs> 一応買っといたんですけどね、マジックリンを、うん。やっぱその大掃除とか、その年末に大掃除とかあるじゃないですか。だから実はその年末っすよね。だ年末の大掃除で、その、あの、やろうと思ってたんですよ。でももう年末から半年っすよね。<laughs> 年末に時にマジックリン買ったけど、やってなくて。やりましたよ、ついに。 やってみるといいもんですね。もう早くやればよかったな、みたいな <laughs>。気持ちがい,い <laughs> おお、きれいだな。綺麗ですね。いってらっしゃい。